皆さん、こんにちは。今回は日本女子バレーボール界に衝撃が走った大きなニュースについてお話しします。日本代表のエースであり主将でもある古賀紗理那選手がパリ五輪後の引退を電撃発表しました。この発表はバレーボールファンだけでなくスポーツ界全体に大きな波紋を広げています。古賀紗理那選手といえば、その圧倒的な実力とカリスマ性で日本代表チームを長年牽引してきた絶対的エースです。身長182センチメートルという恵まれた体格と鋭いスパイクで知られる彼女は、まさに日本バレーボール界の宝とも呼べる存在です。そんな彼女の引退発表は一つの時代の終わりを告げるものと言っても過言ではありません。今回は古賀選手の輝かしいキャリア、引退の理由、そしてパリ五輪への意気込みについて詳しく見ていきたいと思います。さらに意外な展開として、ある人物が古賀選手の復帰を予想している点にも触れていきます。また彼女の引退がバレーボール界に与える影響やファンの反応についても深掘りしていきましょう。まず古賀紗理那選手のこれまでの軌跡を振り返ってみましょう。彼女がバレーボールを始めたのは小学2年生の時。多くのトップアスリートがそうであるように、彼女も幼少期からスポーツに親しんでいたのです。その後、熊本親愛女学院高校2年生だった2013年、わずか17歳で日本代表入りを果たします。これは彼女の並外れた才能を示す出来事でした。高校生にして日本代表に選ばれるというのはどれほど稀有なことか想像できるでしょうか。多くの選手が大学や社会人になってから代表入りを果たす中、高校生で代表に選ばれるというのはまさに古賀選手の卓越した才能の証と言えるでしょう。しかし2016年のリオデジャネイロ五輪では代表から落選するという挫折も経験しています。この経験がその後の古賀選手の成長に大きな影響を与えたことは想像に難くありません。落選の悔しさをバネに、彼女はより一層練習に打ち込んだことでしょう。そして2021年の東京五輪、ここで古賀選手は悲願の五輪代表の座を勝ち取ります。リオ五輪の落選から5年、彼女の努力が実を結んだ瞬間でした。さらに2022年からは日本代表の主将に就任し、名実ともにチームの顔となりました。主将という重責を担うことになった古賀選手の肩にはチームを勝利に導くという大きな期待がかかることになります。特筆すべきは今年6月に行われたネーションズリーグ VNL での活躍です。古賀選手のリーダーシップのもと、日本チームは史上初の銀メダルを獲得。この快挙は古賀選手の実力と影響力を如実に示すものでした。 VNL は世界のトップチームが集う大会であり、ここで銀メダルを獲得したことは日本チームの世界レベルでの競争力を証明することにもなりました。そんな古賀選手がなぜ今引退を決意したのでしょうか。スポちゃん、彼女は自身のインスタグラムで次のように語っています。パリオリンピック2024をもちまして現役を引退することにしました。小学2年生からバレーボールを始め、もっとバレーボールが上手くなりたいの一心で皆様の力を借りながら28歳まで続けることができました。全ての経験と出会いが今の私を作ってくれました。本当に感謝しています。この言葉からはバレーボールに対する深い愛情と支えてくれた人々への感謝の気持ちが伝わってきます。20年以上にわたるバレーボール人生を通じて、古賀選手がどれほど多くの人々に支えられ影響を受けてきたかが想像できます。しかし引退の背景には東京五輪での悔しい経験があったようです。古賀選手は東京五輪で予選敗退して、私自身が一番悔しい思いをした、自分が納得できてなかったからパリまでしっかり結果を残して終わりたいという気持ちで続けましたと語っています。この発言からは古賀選手の強い意志とバレーボールに対する真摯な姿勢が感じられます。彼女にとってパリ五輪は自身のキャリアの集大成であり、東京五輪のリベンジの舞台なのです。東京五輪での悔しい経験を乗り越え有終の美を飾りたいという思いがこの決断の背景にあるのでしょう。さて、
パリ五輪での日本チームの戦いぶりはどうなるのでしょうか。現在、日本は世界ランキング7位。予選リーグでは、同2位のブラジル、同4位のポーランド、同20位のケニアと同じ B 組に入っています。この組み合わせは、決して楽なものではありません。特にブラジルとポーランドは、世界トップクラスの強豪国です。ブラジルは、過去の五輪で3度の金メダルを獲得している伝統強豪。一方のポーランドも、近年急速に力をつけてきた新興強国です。この2カ国との対戦は、日本チームにとって大きな試練となるでしょう。古賀選手は、チームの戦略について次のように語っています。ピーキングをポーランド戦に合わせて、しっかり勝ってポイントを取りたい。ミーティングで、眞鍋監督から、ポーランド戦でピークを出した後に3日間空くので、そこでまたコンディショニングしてブラジルと当たって、ケニアにしっかり勝つ、と言われた。さらに、古賀選手は、おととい皆に、自信を持ってメダルを獲得することを口に出していよう、と話して目標を定めた、と語り、チームの高い士気を示しています。目標を口に出して言うことで、チーム全体でその目標を共有し、一丸となって戦う姿勢を作り出そうとしているのでしょう。スポちゃん、ここで注目したいのが眞鍋政義監督の発言です。監督は古賀選手の引退について、引退だとはずっと思っていたけどやっぱりその通りだったと語る一方で、皆さん最後と言うけど荒木もそうだしすぐに復活しますからとも述べています。これは元日本代表主将の荒木絵里香選手が一度引退した後に現役復帰したケースを引き合いに出したものです。実際スポーツ界では一度引退を表明した選手が復帰するケースは珍しくありません。古賀選手の場合もパリ五輪後に一旦区切りをつけ、その後の状況次第では復帰の可能性もあるのかもしれません。さらに眞鍋監督は古賀選手への期待を、古賀はキャプテンであり日本のエースなので2年半前から1セットで5点は取ってほしいと言っている。1セットで5点取れるのは世界では数名しかいないと語っています。これは古賀選手の実力の高さを示すと同時に、チームにとっての彼女の重要性を物語っています。1セットで5点というのはバレーボールにおいてはかなり高い得点です。通常1セットは25点先取で決まりますが、その中で1人で5点を取るということは、チームの得点の5分の1を1人で稼ぐことを意味します。これは、まさにエースとしての役割を果たすことを期待されているということでしょう。古賀選手自身も、チームの成長を実感しているようです。東京の時に比べて、それぞれ個々のスキルが上がったと思う。チームとして組織的に動くことも東京の時に比べて、精度が上がったんじゃないかなと感じている、と、手応えを語っています。この発言は日本チームが着実に力をつけていることを示しています。個々の選手のスキルアップはもちろん、チームとしての連携や戦術の精度が上がっているということは、世界の強豪国と互角に戦える可能性が高まっているということでもあります。では引退後の古賀選手はどのような道を歩むのでしょうか。多くのファンは彼女が指導者として活躍することを期待しています。SNS 上では将来は指導者としても活躍してほしい、解説者や指導者として活躍してもらえたらいいといった声が多く見られます。古賀選手のリーダーシップと経験は次世代の選手たちにとって大きな財産となるでしょう。彼女が培ってきた技術や戦術、そしてメンタル面でのノウハウは若い選手たちにとって貴重な学びの機会となるはずです。古賀監督の誕生を期待する声も少なくありません。実際、多くのトップアスリートが現役引退後に指導者の道を歩んでいます。その豊富な経験と知識を次の世代に伝えることで、競技全体のレベルアップに貢献することができるからです。古賀選手の場合も、その卓越した能力と人望を考えれば、指導者として大きな成功を収める可能性は十分にあるでしょう。また、テレビ解説者としての活躍も期待されています。その的確な分析力と分かりやすい解説は、バレーボールファンから高く評価されています。メディアを通じて、バレーボールの魅力を多くの人々に伝える役割も、古賀選手にはふさわしいかもしれません。一方で、全く異なるキャリアを選択する可能性もあります。
多くのアスリートが引退後にビジネスの世界に進出したり、社会貢献活動に力を入れたりしています。古賀選手の場合も、バレーボール以外の分野で新たな挑戦をする可能性は十分にあるでしょう。しかし、まずは目の前のパリ五輪に全力を注ぐ古賀選手。彼女の言葉を借りれば、目標は絶対にメダルを取ることで、それは自信を持って言いたいのです。この言葉からは、メダル獲得への強い決意が感じられます。パリ五輪は、古賀選手にとってラストダンスとなります。そこでどのようなパフォーマンスを見せてくれるのか、多くのファンが期待を寄せています。メダル獲得という目標を達成できれば、それは日本バレーボール界にとっても大きな勇気と希望をもたらすことになるでしょう。古賀紗理那選手の引退発表は、日本のバレーボール界に大きな衝撃を与えました。しかし同時に、パリ五輪への期待も一層高まっています。彼女のラストダンスが、どのような結果をもたらすのか、そして、引退後の彼女がどのような道を歩むのか、私たちは古賀選手の今後の活躍を見守り続けることになりそうです。最後までご視聴いただきありがとうございます。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。